をしたりしてますんで、かなり自信持ってますよ。そうですね。さあ、いよいよ競技が始まろうとしておりますが、もうすでにスタンバイ OK という表情で、あとは審判の合図を待っております。マダリナ・タナーさん、152センチで39キロ、17歳の高校生。まあ、しかしナショナルチームのメンバーということで、17歳の高校生、新人かなと思ったらベテランなんですね。そうですね、もう14歳から女子国際に出れるような今方向になってきておりますのでね、もう17歳はもうベテランの方でしょうね。そうですってね、女子の体操界でもですね、年々若くなってきますよね。そうですね、まあ、そういう中でもやはりユリチェンコあたりの人たちが動くのと、まあ、ジュニアというよりね、もっとある程度の年齢しても頑張ってほしいですよね。そうですね。さあ、いよいよ床の競技、マタリナ・タナーゼです。先ほど坂さんのお話あります、最初はムーンサルトで入るわけですね。そうです。とっても高いですから、よく見ててください。さあ、どうでしょうか。ここです、決まりましたね。決まりました。ルーマニア独特な動きなんですね。そうですね。このターンなんですけど、この選手はですね、ターンの連続がうまいんですよね、はい、この手の表現がまた面白いんですよ。次が第2タンブリング、何いきますか。前方宙返りから後方からのダブルですね。ですこの組み合わせも大変難しい構成ですね。それから、まあ、足先が綺麗ですね。そうですね。まあ、このあたりは非常にこう女性らしい優位さを持っています。そうなんです。一頃コマネジがいた頃に変わりましてね、随分優雅さな演技に、ね、ルーマニアも変わってきましたね。そうですか。これもダブルです。3箇所にダブルがやっぱり入っておりますね。いや、素晴らしい演技でした。マダリナ・タナーゼ、おとといの個人総合では 9.70 というこの床で、高い点をマークしたわけですが、はい、さあ、今の演技だと大体坂さんね、どのぐらいいきますかね。どのぐらいでしょうね。やはり 9.7 は出ますね。そうですか、はい。まあ、ルーマニアからはマタリナ・タナーゼと、もう一人ダナ・ドミトル選手が女子ではやってまいりました。